タルチョウは、チベットの五色の祈祷器である。寺院や、峠、橋下に見られる。五色の順番は青、白、赤、緑、木の順に決まっており、それぞれが天根、風、火、水、地、すなわち、五代を表現する。タルチョ、タルチョク、マニキ、ルンタ、または、風履きとも言う。風の馬が描かれている場合にルンタと特に呼ばれ。 仏法が風に乗って広がるよう願いが込められている。他に願い事や六時代民主、詩人などが描かれている場合もある。教文が書かれている場合は、風になびくたびに度胸したことになる。チベットにおける仏教伝来以前の梵教の時代からの伝統の祈祷記である。伝統的には木版印刷によって柄は作られている。ゴン教授や公品や、 実法ポ願ズイ王上業第11巻などに多数、記載があり、風になびくことで徳が積めるとして、チベット仏教では深く信仰されている。そのため、多くのチベットエリアの高い山や寺院で見ることができ、チベットのシンボル的な存在になっている。また、ネパールやインド、チベット仏教の信仰のあるモンゴルや中国の五大山、四川省のチベット族の住むエリアなどでも、多く見かける。 ありがとうございます。